ご視聴ありがとうございます。岐阜のカニフェスタです。今日は旧美濃駅をご紹介します。旧美濃駅はボランティア団体旧名鉄美濃駅保存会により運営されています。保存されている駅舎、プラットホーム、線路はほぼ当時のままであり、大正期の近代建築の様相を今も残しています。こちらの丸窓電車は大正15年に製造されました。最初は美濃線で活躍しましたが、昭和42年の揖斐谷組の岐阜市内線との直通運転開始に伴い、そちらの方に移動しました。岐阜市内で丸窓電車2両編成を見られた方多いと思われます。美濃線は岐阜市鉄明町から美濃市までを結んでいた名鉄線です。名町から北一色までは街中を走る特殊な路線でした。展示車両の運転席には座ることができます。駅舎は大正12年に開設され、平成11年まで利用されました。駅舎の中には電車の写真が展示されています。美濃駅は歌手野口五郎さんのゆかりの駅でもあり、野口五郎ファンからは聖地とされているそうです。駅の直売所は土日祝日の不定期開店となっています。美濃あかりちゃんグッズが売っていますので、ぜひお買い求めください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。